はい、どうもこんにちは。この動画では指数関数を x イコール0の周りでテイラー多項式を用いて近似することを考えます。まず一次のテイラー多項式、つまりこの場合は 1+x となりますが、そのグラフを書いてみます。つまりこれは指数関数の、このグラフを書いた時に点0、1で接線を考えるということに対応しています。二次の多項式、つまり二次のテイラー多項式で近似するとどうなるかというと、こんな感じになります。まあ、グラフを書いてみると、まあまあそれなりにいい感じにグラフが似通ったものになっています。でこれさらに三次にするとどうなるんでしょうか。三次のテイラー多項式はこんな形ですけど、そのグラフ書いてみるとポンとやると、さっきよりいい感じに近似してますね。でこれを4次にしてみましょう。4次のテイラー多項式を考えるとどうなるのか。はい、こんな感じですね。はい、だいぶいい感じにグラフが近づいてきました。さらにこれに、まあ、5次のテイラー多項式を考えると、5次のテイラー多項式はこんな形なので、はい、ドーンとやると、ここまでやるともうなんというか、x の値が0から2ぐらいまでの間だったら、もうかなりいい感じに元の指数関数を近似しているということがわかります。こっちを大きくしてみると、拡大してみてもこういい感じに近似してますね。で一方で、x が負の値のところでは、x がマイナス2ぐらいのところまではそれなりに近似してるかなと思います。こんな感じなんですね。でちなみに、じゃあ誤差がどれぐらいあるのか、つまり指数関数そのものと5次のテイラー多項式、こいつの差を取る、つまり乗与項を考えるわけですけど、それがどうなってるか考えてみましょう。やってみると、ドーンと書いてみると、はい、こんな感じですね。x がマイナス1から1ぐらいの値のところでは、この6次の乗与項ですね、その値はほとんど0になってるけど、そこより離れていくと、まあちょっと誤差が出てくるかなと、こんな形になってますね。テイラー多項式、ここでは5次までを考えましたが、6次のテイラー多項式、7次のテイラー多項式とやっていくと、どんどん近似の精度が良くなって、つまりこの、乗与項の関数が0関数にどんどん近づいていくんですね。で N 次のテイラー多項式、それを無限大に飛ばしていくと、乗与項は0関数に近づいていくということになって、テイラー展開ができると、そんな風になってるわけですね。で実際にそのテイラー展開できる、別の言い方をすると、乗与項の各点での値が0に近づくっていうのは、まあ、そこを証明するためにはテイラーの定理というものが必要です。はい、最後までご視聴ありがとうございました。まあ、チャンネル登録もよろしくお願いします。